ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍。ボスニア語、クロアチア語、セルビア語は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争勃発後の1992年に創設されたボニア・ヘルツェゴビナの国軍。1995年のデートン合意による紛争終結後は、アービーは、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦軍に再編された。2005年、 スルプスカ共和国軍 VRS とボスニアヘルテゴビナ連邦軍は統合され、ボスニアヘルテゴビナ軍となった。ボスニアヘルテゴビナ共和国軍は1992年4月15日、ボスニアヘルテゴビナ紛争の最中に創設された。アービーが創設されるまでの間は、数多くの準軍事組織や民間防衛団体が防衛にあっていた。アービー結成前は、 愛国同盟、PL やボスニア・ヘルツェゴビナ共和国領土防衛軍、トービーが公式の軍となり、また、緑ベレー帽や国庁などの部隊が設けられた。この他に非正規の戦力として、犯罪組織や警察、元ユーゴスラビア人民軍の兵士などがあった。ボスニア・ヘルツェゴビナの正規軍は劣悪な状況下で、創設され、武器の供給は極めて限られていた。戦車や、 他の重火器などが致命的に欠如していた。アービーの最初の司令官は、セフェル・ハリロビッチであった。1992年、ボスニア・ヘルツェゴビナの70%はユーゴスラビア人民軍、JN への支配下にあった。セルビア人の武装勢力であるスルプスカ共和国軍、VRS は、ユーゴスラビア人民軍の撤退後、その人員や兵器の多くを引き継ぎ、 ボスニア・ヘルツェゴビナ領内で圧倒的優位に立った。首都のサラエボは包囲下に置かれた。アービーは軽武装のみでサラエボ防衛に当たった。サラエボの町とサラエボを守る軍団は完全に周囲をセルビア人勢力に包囲され補給は不可能かあるいは困難な状態が続いた。1993年セルビア人勢力との間に大きな前線の変化はなかった。 代わって、この年は、クロアチア人勢力との戦闘が激化した。中央、ボスニアやヘルツェゴビナ地方、特に、モスタル周辺地域では、クロアチア人勢力との間で、激しい戦闘が行われた。一方で、重武装のセルビア人勢力の圧迫を受けながら、他方では、クロアチア人の武装勢力、クロアチア防衛評議会、HV は、 それまでのセルビア人との戦いから転じて、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍の支配地域への進行を始めた。セルビア大統領のスロボダン・ミロシェビッチと、クロアチア大統領のフラニ・トジマンとの間で行われたカラジョルジェボ会談では、ボスニア・ヘルツェゴビナを両国が分割支配する計画について話し合われた。この計画で、クロアチア人のものとされた地域が、 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍の支配下にあったことから、クロアチア防衛協議会はこれを占領して、計画を実現しようとした。クロアチア防衛協議会は、クロアチア本国からの莫大な支援と、セルビア人勢力からの物資供給を受け、ヘルツェゴビナや中央ボスニア地方で、ボシュニャク人の市民を攻撃し、ボシュニャク人に対する民族浄化を進めた、ラシュバ渓谷の民族浄化など、 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍は貧弱な装備のまま、クロアチア人、セルビア人の勢力に対する二正面作戦をなくされ、全方面で前線の交代を許すこととなった。この時、地理的な位置関係によって、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍は、クロアチア人とセルビア人によって、完全に包囲されていた。武器や食料を輸入する術もなかった。この時のボスニアを救ったのは、 武器製造に転用された巨大な製鉄、重工業の産業地帯であった。クロアチア人勢力とボスニア政府との戦闘は、アメリカ合衆国の朝廷によるワシントン合意が成立するまで続いた。この時点を境に、クロアチア人勢力とボスニア政府との戦いは停止し、両者は共同して、セルビア人勢力との戦いに向かうことになる。 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍とクロアチア防衛協議会の合同によりかつてのユーゴスラビア人民軍を引き継ぎ圧倒的に装備の面で勝るスルプスカ共和国軍に立ち向かう体制が整えられた。ボスニア政府支配地域の飛び地となっていたスレブレニツァやジェパがセルビア人勢力の手に落ちるとスレブレニツァの虐殺などの凄惨な民族浄化が行われた。 1995年はまた、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍と、クロアチア防衛協議会による構成に、後に、NATO が加わった。クロアチアからは、クロアチア共和国軍が投入され、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍や、クロアチア防衛協議会と共に、セルビア人勢力に対する一連の構成、イナズマ作戦、95火作戦、嵐作戦、ミストラル作戦などが行われた。 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍はさらに、サナ作戦、95ウナ作戦と続いた。ボスニア政府とクロアチア人勢力による一連の構成によって、西部ボスニアの大部分を制圧し、セルビア人勢力の事実上の首都であるバニャルカに迫った。これによって、デートン和平合意が達成され、流血は終わりを迎えた。1995年8月から12月にかけて、 セルビア人勢力は攻撃を受け大きく後退した。クロアチア人が多数を占める西部、ボスニアや西部ヘルツェゴビナからは、セルビア人勢力は一掃された。第二次マルカレ虐殺に続いて、NATO による介入が始まり、スルプスカ共和国軍のインフラストラクチャーを破壊した。紛争は、ベートン和平合意によって終結した。アービーは軍団に分かれ、 それぞれ別の領域の防衛に当たっていた。1993年、ほとんどの旅団は、山岳部隊に改名された。これは、重火器の欠如により、不評部隊と、気候部隊とを区別する理由がなか、ことによる。加えて、ボスニア・ヘルツェゴビナの地形は、気候、機械化戦力よりも、軽武装の山岳戦力に向いている。主力戦車、装甲兵員輸送車、大砲、 自走榴弾砲、MLRS、航空機とヘリコプター、武器。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。